食べたいものを取ってくるよう副司に頼まれちまった。そこは安全なの？役立つものばかりです。道に迷った時助けてくださったお坊様を覚えてる？忘れるわけない。のりお様だろ。あの後杉寺の僧侶はみんな死んだって言ったの。それがのりお様は生き延びたらしい。本当？稽古台を使ってる人を見たことあり？私の弟、太刀を握ったことがない。もうお侍様、お譲りいただけるものはございますか？いろいろと使えそうなものです。では、あなたのご武運を願ってますよ。対馬に攻めてくる前、もう鎧を仕立て直しましょうか。お体の傷も減りましょう。これで安全です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。Nun bei Skarta! Arsan Hunriken Olcir! Thank you.
Tarzan. Chiharu. We have two men. Tisha, Archie, cheer! Cheer! Shaman would not never. Go, show! してやる。 あなたがいなければどうなってたことか。道中気をつけよ。槍川の反乱を知りたくても。
Negium Harsinta. And you! Chiharu!
ありがとうございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。頭が痛む。目の奥を刺されたみたいだ。戦が終わってほしい。何か見つけた。もうこい。煙の出所は気になってたんだ。焚き火とは違うようだし。まあ、血に飢えた猛虎に出くわしたく。様、さあこちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の譜の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よろめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の言うを哀れみし、物の譜の亡霊の付き仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ったてあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。
里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られると言います。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。ここへ。お前ほどの馬はいない。鍵を挿してみるか。作の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。
抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか、ジン。待ってたよ。なぜあの者らは町の外に。モコが槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。街へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。では乱が起きる前に映っていたのだな、大綱に。あのことを話したのか。大綱に用があってね、手を借りた。一と会えたの。後で話してあげる。この音ってもしや。街へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。俺も故郷に戻るときに思い患った。だが行ってよかったと思う。俺らの町敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。だが、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろう。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。
隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが、陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。走れるな。走れない。川までついていくんだ。おい、アルボーテンドゥエン、ヤゴーヤッソー。柱を引き、行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。俺のせいなんだ。あんたのせいじゃない。テルビシュワイチ、おい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 、走れるな。おい、うどんくくちゃ、はるた。川までついていくんだ。
言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ。やりかはひどいところだ。だから去った、俺のせいなの？あんたのせいじゃない。川までついていくんだ。昔ここでトンボを取っただよね。戦わせた片方が槍川の侍、もう片方は地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。町に入ったら私が話す。そう。何者だ？どうやって入った？私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか？いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって、誰から剥ぎ取りやがった？いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと？宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家はお叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか？何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ？アンバルメンズ、槍川の民よ。我が名はテムゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよ。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば未婚など忘れねばならん。根が深いのさ。
佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあの九郎殿の正体と知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね、囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのおなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないならもうバカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。まことの戦いを見せてやるか。土を持ってた。あんたが使わせてもらう。立てたやつ。覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。宇治政も考えを変えるさ。6本もあったじいさん。言うな。タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。
だよね。覚えてたの。気に入ってたんだぞ。姉さんの喧嘩相手、なんて名前だったっけ。ゴロ、弱いくせに突っかかってきてね。モーコが死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって自慢してた。だが死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ゴザがある。ここに泊まったか。クマには食われてなさそう。クマが兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。もうこの火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を引くのは。お主侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの、あえなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。
モーコはこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。世界様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか。まだだ。もう十分近いですよね。情け無用。サカイ殿、よくやった大国。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。稀に見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トワにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。
様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手向けを殴ったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井だ。町の守りは進んでおるようです。お主の働き、大国から聞いた。礼を言う。おじぎめへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今、あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。来ておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。剣士のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。Yeah.
大変だ、急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。弓隊、見かけよ。槍川を守れ。クロード様に続け。引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、タカを見ていろ。
Thank you.
まず一つ。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。いかん、あれは百古城の手抜き。館のそばにおるぞ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事、調子に乗るなよ。島を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーズゾンブサク。
姉さん。町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も喜ばれよう。これは何事だ。材木、布を扱います。また頼むぞ。フグは己の腕。おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに。この近く、高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよ。
こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬ。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい？行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。龍蔵が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも龍蔵を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろ。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜陰に紛れて一人で撃つさ。今度まで攻められるか。はあ、ヒゲが差し埋め、俺たちを裏切りやがって。なんで寝返ったんだ。寝っからの浪人だ。待っていろ、龍蔵。砦を探るか。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。モーコとは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。侍トップの子ホットンハンマンドコア。タカ、よくやった。無事に陣まで戻れ。龍蔵はおらぬ。おそらく門の向こうか。
Perdiu! Estarla, ertente. なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや、龍蔵、意味はある。酒井様、酒井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。喉が渇いたろ。なあ、馬乳酒、馬の乳の酒だ。我が愛馬のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロードだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも来た。戦が終わるというのに。猛虎の傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られる。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か。
竜像のように。だが無駄だ。さすがはクロウド、こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。殺してやる。さあ来い。ハーンと竜像を見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うって文があったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで
行っちまったのさ。私に黙って。お主に追いつこうとしたのだ。クロードに憧れてたからだ。どうしてついていかせた。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。置いてけない。朝衆は終わりだ。あとは龍蔵殺してやる。ハーモン、今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。鷹を巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも。だから残る。戦うよ。
まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった？物の筆あったぞ。